落下攻撃ってことはこっからデーモンぶち殺せるんじゃね。わーおー、やろう、俺の方を見てやがる。やー待って、それはやめて。うわー落下攻撃させろよ。どうも皆さんこんにちは、ケッツン中継でございます。ということでダークソウル1のリマスターが発売されたので早速やっていきましょう。もう鬼畜ゲーの原点っちゃ原点ですね。まあデモンズソウルとかが一番最初に出たとは思うんですけども、早速やっていきましょう。炎だけが見えて、あー了解、あー了解、あーなるほど、ふむふむ。いやーこれ PS3 時代に出たソフトのリマスターですかね。いやでもやっぱり当時のグラが伺えるよな。顔、平民顔、五色川流域に暮らす顔。いやもうなんかすっごいニコニコして陽気顔、カタリナ。いやーいい人、いい人だな。ジーコの酒、あまたいただいちゃった。お、 and our sworn dutiesLong may the sun shine. いやまた聞けると思わなかった、嬉しい、ありがとう。その時だった、私の中の失われた記憶が次々と蘇り、カタリナだと、気候の剣と勇気に、太陽あれカタリナ、君か、君だったのか。ダークソウル3で出会えた私の友、戦友と書いて友、地球と書いて星、宇宙と書いて空、まさしくカタリナ、君になるしかあるまい。 In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. 世界はまだ分かたれずって、もう日本語が分からへん。A land of gray crags, 平らの岩と大樹と朽ちぬ古竜ばかりだった。暑いなぁ。 But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death. いやもうわけわからへん。And of course, light and dark. そして光と闇と。俺ダークソウル理解したことねえな、そういえば。Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame.最初の死者ニト。あー強そう。あー無理無理無理、負け。イザリスの魔女と混沌の娘たち。いやこっちの方が強いな。小さいやつはマジで強い。あーこれは弱え。太陽の光の王グビンと彼の騎士たち。いや騎士たちの方が強そうや。誰も知らぬ小人。あ強そう。小さいやつはね強い。それらは王の力を得て古竜に戦いを挑んだ。グウィンの雷、いやーかっけー。いや今のやばかったな。死の正気がニトによって解き放たれた。あこっち側の人たちなの、この人たち。そして鱗のない白竜シーズの裏切りによりついに古竜は破れた。うわ裏切られたんや。いいね。
But soon the flames will fade. オーズマリアや。だがやがて火は消え、暗闇だけが残る。Even now, there are only embers. The man sees not light. 人の世には届かず、夜ばかりが続き。かわいい。マリア。人の中に呪われたダークリングが現れ始めていた。ふむふむ、なるほど。さあ、私に人を切らせてくれないか。行こうぜ。ロード・オブ・ザ・リングみたいな作りやね。ほー。 Yes, indeed. The dark sign brands the ダークリングは呪われた不死の証。最近死んでねえからな。久しぶりはこういう鬼畜系。 And in this land, the undead are corralled and led to the north. ほら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 、切らしてくれ血肉を。血肉を湧き踊る世界を。世界の終わりまで牢に入る。了解。早く早く切らしてくれ。早く私を解き放て。私はここか。 This is your fate. 私はそうはならない。あなたの思い通りになどならん。また意味深なスタートやな。え、和紙？かっこいい。なんだやつは。私の目の前に魂を落としやがった。戦えと。我に戦えというのかい。すでにゾンビ化が始まってしまったこの私に戦えと。チカロの鍵、あれ、あ、なんか肉体が戻るとかではないんだ。いやーやべ、 TPS 用意する。もうすげえわ。新しいゲームすればするほどよ。せっさっといまいちわからんな。うわ、よよよ、チカロの鍵を使いました。前進する。久しぶりだね。開けられない。カメラ操作。あー、今まだチュートリアル的な感じか。 R1 攻撃。おっと、目の前に一人敵がいるな。なんだこの折れた剣は。くさ、こんな剣で戦えというのかい。尋常に勝負。うん、ああ、うわあ、あ、あ、一応やれるのか。あ、やっば、べえべえ、やついる。初期武器これか。さすが鬼畜の原点。折れた折れた刀を初期武器にさせるってなかなかやね。かがり火を燃やす。これがセーブポイントですね。いやー、よし、回復しとこう。え？え、ちょっと、もう、これさっきの強いやつが目の前にいるんじゃないですか。私には聞こえるやつの足音が。気のせいか。う、ビンビンに私の第六感が危険信号を発してやがる。無駄に広いこの作り、そしてにわかに見える上方向の壁の穴。大丈夫か。逃げろ。やはり、やはり貴様が来たということか。不死身のデーモン、私は逃げない。左方向に穴が開いているね。ここに逃げろということかい。私は逃げん。ああ、まずは戦ってみなければわからない。2やばいな。24、いや、これはちょっとやってられねえ。うわっ、くそ、セッ、あぶねえ、セッ、あぶねえ。135、いやー、これはやれんな。いや、さすがに無理だ。くそ、私に武器があれば貴
貴様らだった。危ねえ、貴様ごときに命を散らしてたまるか。撤退撤退撤退する。クソが、敵に背を向けて逃げるなど死より恥。クソ、こんな武器を持たせやがって。私にも戦える武器があれば。まだ前たというのに奴をやれなかった。盾があれば。いや違う、盾じゃねえ。そんな控えめな人間になるな。盾じゃねえんだ、剣なんだ。私が欲しいのは、こいや、せっ、いや、ホーミング機能がついてんのけ。マジかよ。ヒーターシールド、やべ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 。盾を装備してガード、こいや。うん、効かぬわ、貴様の弓矢などすでに。おっと、交代する気かねえ。なんていう芋キャラ。私が直々に成敗するしかあるまい。ロングソード来た、これだよ。これさえあれば私は前たのだ。ダークリング初期で持ってんの。へえ。お、おいおい、うわ、そんな近距離で私とやろうというのかね。聞かぬ聞かぬ、君みたいなやつをなんて言うかわかるか。芋虫ゴミキャラというのだよ。死で償うがいい。雑魚が、これ白い霧出てるってことは。それちょっともうまた動画バンされちゃうから、その体勢でヒクヒクすな。なあ、ヒクヒクしてんじゃねえよ。気持ちよかったのか。相当相当私のこの、ああ、剣感じちゃったのかい。おい。そんなに M 字で開いちゃってヒクヒクしてんじゃねえよ。これボス戦みたいなノリだよね、これ。違う、おっと、違うようです。あれ、ここってさっきのところやんね。もう一回デーモンと戦わせてくれないかな。あー、降りることできないか。ちょっとリベンジを果たしたかったんだが、まあいい、いつかやつをやる。あー、これいけねえな。そろそろなんかね、初見殺しがあっても良さそうなんだけど、大丈夫。そろそろあっても良さそうやねんな。いや、ダークソウル何もないってことはあるまい。見えない壁がまたどっか存在してんじゃん。そんなことはない。いや、怖えーなー。いや、基本的にね、ダークソウルってね、無駄な道がないんよ。もう明らかに無駄な道演じてるやん。ちょっと怪しいところはある。考えすぎかな。いや、もうすっかりダークソウルになってるからね。そろそろ、お、これは、これ下に行けんじゃん。なんという神仕様、これもしかして再び私はデーモンと戦えるということですね。ありがてえ。先ほどは折れた剣で戦わされたが、今の私は違う。貴様に敗北の、え、仕掛けて閉じられてる。なんか仕掛け解除したら戦えるようになるっていうことやんね。さあ待ってろ、絶対にぶちのめしてやる。うわあ。懐かしいことしてくんなよ。くそ、こっちがいけるようになったんじゃない。暗すぎてマジで何もわかんない。お、話しかける。君は亡者じゃないんだな。大丈夫か。よかった、私はもうダメだ、もうすぐ死ぬ。死ねばもう正気は保てない。だから君にお願いがある。なんだ、言ってみろ。はい、いやー、ちょっと難しい。あー、ちょっといいですか、そういうの NG でお願いします。あー、難しいな。それより散るんだろう、早く死ねよ。そしてお前のその盾と鎧くれ。これで希望を持って死ぬ。ほら、くれよ早く盾くれよ。ほら、エストビン、ありがてえ。体力は回復とし、回復すると言われているやつじゃないですか。二階東の鍵、ありがたい。
And thank you. ああ。いや、いつか襲いかかってきそうではある。なんだお前、俺に勝てると思ってんのかおい。ははどこで剣術を学んだ。貴様ごとき私の敵ではない。2階の鍵を使いました。了解。落下中に R1 落下攻撃、背後で R1 致命の一撃。あーなんかあるんやね。落下攻撃ってことはこっからデーモンぶち殺せるんじゃね。わーおやろう、俺の方を見てやがる。やー待って、それはやめて。うわー落下攻撃させろよ。止めんのあいつ、あのデブ、あのデブ許さねえ。は、あのデブ止めんのかよ。よくもやってくれたな、よくも、よくもやってくれたな。あーい、残念でした。あれ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 、あーと、やだ、タイム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 、ふわー、待って待って、今のなしなし、エストビンオンラインしてるから。しゃ勝負じゃ。一回だけか、やべ見えない。一回だけ、いやそれ隙ありすぎじゃない。はい残念でした。うらうら、え、めっちゃダメージ食らうやん。え、余裕、はい食らいません、余裕弱、雑魚、はい残念でした。あメイドの土産に一発食らってやったまでよ。ここーら、うれ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 、キリホキリホ、やっべめっちゃ食らうやん。弱ない、弱ないっすか。はい残念でした。ハホー、あーわざわざ避けるまでもなかったね。あっつ危ない、いやこれ2発くらい忘れる可能性がある。ちょっと待ってくれ、待て待て、よせよせよせ、一回エストビンオンラインするから。はー危ねえ危ねえ、ちょっと待って、 FPS 視点になってる、そういうのは NG。 よし、これステップだいぶスタミナ取られるな。今までの作品と違ってあんまりステップやらない方が良さそう。まあやらないと受けれないんやけど。うっつ、いやっつ、危ねえ、終わりよ、死ねえや。クソが、あ死に方が斬新、なんかちょっと爆発しながらみたいな。巡礼者の大鍵、人間性、へえそんな感じなんや。やったぜ。あれまだドスンドスン足音聞こえるな。こいつだけの足音じゃなかった。ここ行けるんじゃね。あ、行ける。ほう、しゃこいや、かまよくやった、まっすぐ進め。いやこれは嘘だ、私は信じない、誰も。私は何もかも信じないぞ。どっかにあるんじゃない、これ人間不信ゲーだから。こういうところにね、ダークソウル3とかなったらね、絶対アイテム落ちてるから。俺は信じねえ、まっすぐ進め。嘘だろ、探索しながら進めという意味ではないのかい。俺は誰も信じねえ、何も信じねえ、絶対どっかにアイテムねえ。もしかしてあれ、やっぱり1とかなってくる、イニシエのゲームになってくるとそういう鬼畜度も弱まってる感じですか。あれれれれれれ、ほらねー、ほらほらほらーほらー、ええー、おい、ほらこういうとこ、ほら誰がまっすぐ進めて、ほんなよう言えたもんやな、これ。あ、なんか飛び立ちそう、ブラッドボーンとかでもあったら。 In the ancient legends it is statedおお、かっけー。The undead asylum in pilgrimage. 不死院を出て彼女の巡礼を許される。 To the land of the ancient lords. それは古い王たちの地。あれ俺間違えたな。もしかしたら何個か手に入れた鍵のうちに通りすがりの倒してないデーモンやれたんじゃね。まあいつか戻れることを祈ろう。
からですね。かがり火でレベルアップと注ぎ火ができます。注ぎ火？注ぎ火は俺知らんな。レベルアップは知ってるけど、注ぎ火ってなんだろう。亡者から復活する。へえ、こんなのなかったな。注ぎ火、亡者では注ぎ火が置かれる。人間性がありません。ああ、人間性みたいなのがあったら復活できるってことは。なるほど。まあとりあえず初手は体力やな。スタミナも上げておきたい。これにしよう、とりあえずは。とりあえず初手はこれ。お、人間がおる。うえ。まあとりあえず一回ここで今回は終わりましょう。いやー、楽しくなってきたな。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。